皆さんこんにちは。新潟市がん検診啓発アンバサダーの伊勢瑞穂です。私も乳がんを経験したんですが、これは珍しいことではないんです。日本人女性の9人に1人が発症して、女性がかかるがん第1位なんです。皆さんも人ごとではないんですね。ということで、この動画では自分の身をどうやったら守れるのか、新潟乳腺クリニックの院長長谷川美希先生に教えていただきます。よろしくお願いします。お願いします。新潟乳腺クリニック院長の長谷川美希です。はい、先生と私はちょっともう長いお付き合いになってきたんですが、実は私は36歳の時に自分でお風呂で体を洗っている時に、なんかここにしこりがあるなというのを感じてびっくりして、まずは病院に行きました。で、私のように自分で触ってしこりを発見して病院に行く方っていうのはいらっしゃるんですか？大体半分ぐらいの方はご自身で見つけていらっしゃいます。それはやっぱりお風呂とか、あとセルフチェックなどをされてでしょうか？そうですね、やはりお風呂の時とか、お着替えされた時、あとブラジャーをつけた時というのも結構多いですね。まず乳がんって早期に発見して適切な治療をすれば、9割以上の方治ることができるんです。それもあまり知られてないかもしれませんね。だから本当に早く見つけることが重要なんですよね。日本人女性では30代後半ぐらいから乳がんの方というのは増えてきて、そして40代後半、50代後半から60代にピークがあるという、まだまだ元気で家庭でも会社でもいろいろなところで活躍されている、そういった女性がかかってしまうがんなんです。私のように自分で発見できる、本当たまたま見つけただけなので、やっぱりそうすると早期発見のためには検診に定期的に行くっていうことも大切ですよね。検診に行くということも大事ですし、ただ検診だけで見つかる、検診でしか見つけられないという乳がんもありますが、乳がんの場合にはご自身でも見つけることができるので、どちらもお気にしてもらう、どちらもが大事になります。先生、ブレストアウェアネスっていう言葉を最近耳にしたんですが、これどういうことなんですか？ブレストアウェアネスってそのまま直訳すると、お胸を意味するブレストと、アウェアネスって意識するとか気にするっていう意味ですね。で、ブレストアウェアネスというのは月に1回の自己触診とかではなくって、日頃から、ご自身のお胸について気にかけて、気にして、それを、生活の一つにしていこうよ、そういった考え方になります。ブレストアウェアネスには大事な4つの項目があるんですね。で、1つには、日頃のご自身の、お胸の状態を気にして、気にかけて、いつもの自分を知っていただく。で、その中で月に1回ぐらい、しっかりと確認するセルフチェックをしていただくということ、それからそういったセルフチェックで気にかけていただくことというのは、しこりだけではなくって、お胸の変化、いつもと違う、いつもを知ってるからこそいつもと違う変化がないかどうかというのを、探してもらう、気にかけていただくというのが2つ目になります。そして、3つ目というのが、そういった変化、気がついたら検診に行くのではなくって、検診まで待たないでしっかりと乳腺外科とか外科受診をしていただきたい、それが3つ目になります。で、そして最後4つ目、そういった日常からご自身のお胸気をつけていて、何にも気になることないわという方でも、2年に1回は40歳になったらマンモグラフィー検診を受けていただきたい、その4つがブレストアウェアネスの大事な項目になります。まず1つ目が自分の乳房の状態を知るということですね。お風呂の時とか、お着替えの時で、できれば鏡の前で、そういった見た目の変化、いつもの、自分、それから手の上げ下げとか、肌の張り、お胸の大きさも生理周期によって変わったりするので、いつもの自分をまず気にかけていただくのが第一段階になります。で、生理のある方に関しては、生理が終わった頃ですねが一番お胸張ってないので良いかと思います。生理終わった後ですね。そうですね、はい。
閉経された方は月に1回ぐらい、お誕生日の日付でもいいですし、1日でも月末でも構いません。日付を決めてしていただくのが良いかなと思います。逆に毎日気にしすぎちゃうと変化には今度気がつけなくなっちゃいますので、やりすぎも良くないですし、やらなさすぎ、気にしなさすぎも良くないですね。そして自分のお胸に変化が気づいた時はどうしたらいいでしょうか。はい、まず、どういったものを変化って捉えるかなんですが、一つにはやっぱりしこりですよね。でしこりというのも、乳がんって硬いものというのは正しいんですが、その硬さというのはご自身の周りのお胸とか反対側のお胸と比べて硬いかどうかってとっても大事なんです。同じ硬い乳がんでも、別な方のお胸にあったらそれほど硬く感じなかったり、あと浅いところに、皮膚に近いところにあるのか、お胸の奥の方にあるのかによっても硬さって全然違います。なので硬いのは確かなんだけども、この硬さだからというのではなくって、周りと比べて、反対と比べて硬いところ、しこりのように感じるところがないかというのを見ていただきたいと思います。でもそれ以外にも、皮膚の状態、へこんでいたりとか引きつれていたり、これは鏡に映して、見てみるといいですね。あと乳首からの分泌物、赤黒いものとか茶色いものという血液が混じったようなものが片側の一箇所から出てこないかなというのを、乳首を軽く押して見ていただきたいと思います。あんまり強く押してしまうと痛いだけですので、やめた方が良いかなと思います。軽くでいいですね。乳頭とか乳輪の皮膚のただれとか皮膚炎のような症状ですね、ジュクジュクしてたりとか厚みがあったりといった症状もごく稀ではあるんですけども、乳がんの症状のことあります。なのでもし片側だけそういった症状があったりという時には、一度乳腺外科でご相談いただきたいと思いますし、まずは皮膚科でご相談してみていただくのが、一番いいかなとは思います。そして3つ目が、変化に気がついたらすぐにお医者さんに相談するということですね。そうですね。まずしこりに気がついた時に最初に検診を受けてしまうという方もいらっしゃるんですが、乳がんのしこりだったとしてもマンモグラフィーとかエコーとか検診の画像で見つかるとは限らないんですね。なので、検診は検査を受けてから結果が届くまでにも時間かかっちゃいますし、気になる変化、気がついた時には受診が必要となります。でその受診も産婦人科ではなくって乳腺外科とか外科になりますのでご注意ください。そして4つ目が、40歳になったら2年に1回のマンモグラフィーですね。でその検診なんですが、たくさん受ければいいわけでもないし、早くから受ければいいわけでもないんですね。はい、でそして日本で今推奨されているのが40歳になったら2年に1回のマンモグラフィー検診になります。マンモグラフィー検診だけが唯一検診として症状のない方に行って、乳がんで亡くなる方を減らせるという科学的根拠がしっかりある検診だからです。日本以外の国では50歳以上となっているところもあります。でも日本人の乳がん患者さんって40代後半がピークになります。ですので日本をはじめとしたアジアの国々では40歳からのマンモグラフィー検診が推奨されています。そして2年に1回の、頻度なんですが、こちらも、乳がんになるリスク、危険性というのが平均的な方に関しては、2年に1遍でもそれよりたくさんやっても、1年に1回とか半年に1回やっても、2年に1回の人とほとんど差がなかったんですね。なのでたくさんやってもいいんだけれども、たくさんやっただけのメリットがあんまり得られないので、乳がん検診としては多くの方に勧められるのが2年に1遍になります。逆に2年を超えてしまうと、
検診を受けてない方、全然受けてないよという方と今度ほとんど差がなくなってしまうので、2年に1回というのは多くの方に推奨することができる頻度になります。先生、私が乳がんを見つけたのは36歳の時だったんですが、マンモグラフィーを検診で受け始めるのは40歳からでいいんですね。はい、そうですね。30歳になったらまず気をつけていただきたいのが、ブレストアウェアネスの中の普段のご自身のお胸の状態を知ることと自己触診になります。そして40歳になったらそこにマンモグラフィー検診を追加していただきたい。新潟市では40歳以上の方に対して、職場でマンモグラフィー検診等が受けられない方に関しては、2年に1回新潟市の乳がん検診、新潟市のマンモグラフィー検診を受けることができますので、職場でマンモグラフィー検診の機会がないわという方は新潟市のマンモグラフィー検診を受けていただくと良いかと思います。ブレストアウェアネス、思ったよりも簡単でしたね。まず自分のいつもの胸の状態を知る、そして変化に気をつける、そして変化に気がついたらすぐにお医者さんに相談する、あとは40歳以上になったら2年に1度マンモグラフィーをしっかり受けるということですよね。乳がんって早くに発見して適切な治療をすればしっかり治すことができるんです。私たち医者ができることって限られていて、できる限り治すために治療していきます。でも大きくなって進行してからでは治せないこといっぱいあるんです。だからこそいつも髪型とかお化粧だとか肌の張りとか気にかけるみたいに、ご自身のお胸についても日頃から気にかけていただけるといいなって思います。本当にその通りですね。私その意識がやっぱりなかったんですよ。たまたまお風呂でふって手が触っただけだったので、20代30代の頃からブレストアウェアネスということを知っているのと知らないのとでは全然違ってくるんじゃないかなって今日先生のお話を伺って思いました。やっぱり今日本人の女性もお仕事をする方が増えてきて、で同じ時期に子育てもしていて、なかなか、そして検診って面倒くさかったり痛いんじゃないかなとか、そういう気持ちになると遠のいてしまうんですけれども、これって本当に命に関わることですので、自分の家族のためとか子供のため、愛する人のためにもすごく検診を受けて自分の胸に日頃から意識を向けてほしいなって改めて感じました。はい、そうですね。みんなが気をつけて、みんなが意識していったら、もっと乳がんで亡くなる方も減ってくれるだろうなって、そう願っています。はい、皆さんも月に一度でもいいですのでお風呂でチェックしてくださいね。先生、この後ランチ行きません？あ、いいですね。美味しいお店知ってるんですよ、パスタ。そうなんですね。はい、じゃあドルチェ付きでお願いします。わかりました。じゃあ皆さんまたお会いしましょう。